ちネット寿司は、寿司が、人を食べる、モンスタームービーです。で、寿司が、生きて人間を襲ってきます。ですから僕が、目標としたのはピラニア 3D よりも怖くて面白い映画を目指しました。この作品のアイデアは、僕は子どもの頃からアタックオブザキラートマトとかそういう食べ物が人を襲う映画を見てたり、ジョーズとか、ピラニアとか、そういう映画を、その動物モンスタームービーが好きだったので、そういう映画を作りたくて、日本ならではの食べ物が襲う映画をなんだろうって思ってたら、寿司しかないんじゃないかなと思って、それを思いつきました。まあ、武田さんはハイキックガールから僕はずっと知っていて、まあ、すごく仕事をしたい女優さんだったんですね。すごくアクションがすごい女の子だったんで、武田さんだったら寿司に勝てるんじゃないかと思ってキャスティングしました。あと武田さんは今までは割とクールな感じのイメージが多かったんですけど、今回はコメディに出てもらいたかったので、すごくコミカルなアクションも、ジャッキー・チェンのようなアクションをやってもらいたくて、それでキャスティングしました。台本見たときはなんてクレイジーなんだと思いましたねでもその発想がものすごく面白くて、でやっぱり日本イコールこう寿司っていうのはすごくメジャーであって、で私がやってる空手だったりとか、日本ならではの作品だなと思って、独特で面白くて、でなんかまあホラーも混じってて、いろんなものが詰まってる作品だったので、私はこうやったことのないジャンルで、ぜひ挑戦してみたいなと思います。武田さんはハイキックが得意なんですけどそのハイキックで寿司を蹴ったら面白いんじゃないかなと思ってその米が砕け散るところを撮ってみたかったですデッド寿司ヘアマッチー。